はい、こんにちは。ジェサカ大講師のカズです。今日は練習メニューの紹介で、まあ、4対2のロンドなんですけども、ちょっとね、変則的な形のロンド、まあ、外に3人、中に1人っていうね、タイプの、ロンドについて解説したいと思います。この練習メニューは、まあ、基本的にサポートの速さとか、まあ、体の向きを作ることであったりとか、もしくは、試合中、こう、パスが出せない状況の時に、どういったプレーをしなくちゃいけないかって言ってね、そういったものがね、学習できる練習メニューとなっております。結構ジュニア年代であるのが、やっぱりこう、どうしてもこう、試合中にこう、サポートするんだけども、その時にこう、体の向きを作ることの重要性が、分かっていない選手がいたりとか、もしくはね、サポートが遅すぎて、パスをね、受けても良い状態が作れないとかね、体の向きができない。で、それによって展開できないことだったりとか、パスを出すタイミングが悪くてね、すぐにボールを失ってしまうっていう、こういった問題があるかと思います。で、こういったミスの、まあ、基本的なこと、ベースの部分になるんですけども、こういったミスのね、の原因っていうのは大体、まあ、サポートに対する基本的なね、意識とか考え方とか、もしくはいつパスを出すべきか、いつパスを出すべきではないのかっていうことをね、まあ、理解していない、そういった知識や、選手は持っていないってことはね、原因として考えられると思います。なので、もし試合中とかね、練習でこういったこう感じがね、こういった問題を感じた場合っていうのはね、この練習メニューを試してみてはどうかなというふうに思います。はい、練習メニューの概要なんですけども、まず、この練習メニューで改善できるものっていうのは、サポートの速さだったりとか、もう体の向きだったりとか、まあ、時間の作り方ですね。でも対象年齢としましては、まあ、小学5年生から6年生以上かなと思います。僕の経験でいくと4年生ではやったことはないですね。まあ、5年生からやったらなんとなく成立するのかなと思います。で、まあ、人数は6人ですね。はい、最初に練習メニューのオーガナイズです。これはね、アニメーションの方で解説したいと思います。はい、練習メニューはこんな感じです。まず、ちょっと長方形に見えますけど、まあ、正方形で、のグリッドで考えてください。で、ここに、3番の選手がボールを持っていて、まあ、6番、2番、4番がいて、守備が赤が2人ですね。4対2のロンドなんですけども、特徴的なのはこの中の、中に、だいたい4人のロンドでここに人がいますよね。でなくて、中に1人いるタイプで、中は基本的にポジション固定です。なので、この周りの3人が動いて、ボールを動かすというね、トレーニングになります。ちょっとね、アニメーションを動かしながら解説します。ざっとこんな感じですね。ちょっと見てみましょう。こんな感じで、中の2番の選手は中央にポジションを取るようにしながら、サポートします。で、外の選手はずっとね、外の、大外のサポートを行うという、こういう感じですね。こんな感じで、2番は常に固定しながら、中央にポジションを取り続けるというようなイメージですね。で、ボールを失ったら、まあ、コートの外に出たら終わりでもいいですし、まあ、その辺のルールっていうのはね、自由に設定してください。もう一回見てみましょう。ざっとこんな感じですね。外を使ったり、サポートを待って、で、外を使ったりですね、中を一回使ってもいいですし、もちろんドリブルも OK です。ドリブルしてもしないと時間ができないんで、ドリブルとか中を使うとか、中の選手もこうやってターンすることも OK ですし、中の選手が受けた後に少し運んでね、展開するっていうのも OK にします。で、まあ、奪われたら、攻守交代というふうにします。はい、以上が練習メニューのやり方なんですけども、おそらく、4対2なんですけども、切り替えですね、2色の3チームで、奪われたチームはすぐに守備に回るっていう風にはしない方がいいと思います。あくまでも、スタートの時点でまずサイドと中を固定してスタートっていう風にしないと、切り替えが入って連続すると多分うまくいかないと思うんで、まあ、2チームの、2人組の3チームではなくて、まあ4対2っていう形を取った方がね、いいかと思います。まずタイトルなんですけども、まあ4対2、括弧外が3、中1のロンドっていう風に僕はつけております。まあこれね、タイトルにつけたら自由にしてください。で、コートサイズなんですけども、大体まあ12メーターかけ12メーターぐらいかなと思います。これもね、減少がどれぐらい出るかという割合でね、設定してください。で、進め方としましては、さっき言った通りですね。まあ、攻撃側は外に3人立って、中央で1人の選手を配置してプレーすると。で、まあ、中央の選手は固定で、まあ、守備役が変わる、守備がボールを奪って、攻守交代の時に中の選手も変わるみたいにするとね、スムーズにいくかと、いきますし、いろんな選手はね、中のプレーもできるかと思います。で、守備側がボールを奪ったら、まあ、コートの外に出るのか、コートの外に、まあ、味方、守備の選手が出てパスを繋いで終わりとか、まあそういった形でもいいかもしれません。もしね、難しかったらもうボールを奪った瞬間で終わりでもいいかもしれません。この辺は自由に設定してください。ノルマ特にはありません。で、時間としてはまあ10分から15分程度、まあトレーニング1とかね、トレーニング2で入ってくるようなトレーニングのメニューになりますんで、まあそれぐらいの時間でいいかなと思います。以上がね、練習メニューのオーガナイズなんですけども、まあ広さとか時間とか、その辺は自由に設定して、年齢とレベルに応じて設定してください。はい、次に練習メニューのテーマなんですけども、一応、まあこれ、いつも練習メニューの時に言ってますけども、僕の場合は3つの項目を練習メニューのテーマとしています。まず1つ目は目的なんですけども、これはまあどちらかというと、まあ前進とボール保持のフェーズですね。で使える、トレーニングになるかなと思います。なので目的としてはボール、まあ、
前進の中での主にボール保持になるんですけども、まあ、フェーズとしてはこの前進とボール保持に当たる、かなというふうに設定しております。で、ツールとしては、まず戦術アクションがサポートですね。他の戦術アクション、マークを外すのは出てこないですね。あくまでも、サポートっていう戦術アクションをツールとします。で、テクニックアクションとしては、まず一つ目はパスですね。あとはコントロール、オリエンタード。あとはコンデクションを運ぶドリブルですね。この辺が必要なテクニックアクションになりますと。プレイ原則に関しては、まあ、普遍的なトレーニングなんで、設定していません。どっちかというとグローバルトレーニングになるんでね、システミカじゃないんで、まあ、プレイ原則は設定していません。これは、チームによってはね、設定してもいいかと思います。その辺はね、まあ、臨機応変にやってくださいと。はい、この練習メニューの特徴なんですけども、まあ、冒頭でね、お話したところも少し関連するんですけども、いくつかね、こういった、この練習メニューでこういったイメージ付けがね、できますよということをね、少しお話ししたいと思います。まず一つ目が、サポートが遅いと、体の向きが作れずにボールを展開することができないので、素早いサポートの、ね、意識付けを行えるっていうのがね、この練習メニューのメリットかなというふうに思います。二つ目が、パス効果がない時の基本的なプレーについての理解が進むんですね。例えば、こう、チームによっては、パスサッカーというか、ボールをつなぐサッカーをしたいと思った時に、どうしてもなんか子供たちがなんか、パスをつながなくちゃいけないみたいになって、サポートが来てないのになんか無理やりパスを出してしまうってことありますよね。そういった意味では、パスコースがない時も試合中起こり得るんで、その時のね、まあ、基本的なプレーについてのね、まあ、知識というか理解が進むのではないかというふうに思います。で、3つ目が、ボールをサイドと中を使うことのメリットを感覚的に理解できるですね。これも、サッカーにおいて、サイドから攻撃する、中央から攻撃するあるんですけども、中を攻めようとすると相手は絞るんでサイドが開くと。サイドにボールをつけようとすると相手が、サイドを警戒するんで中が開くみたいなね。こういったサッカーの原理原則の、まあ、ベースになる部分っていうのを、まあ、感覚的に理解できるものになるのかなというふうに思います。まあ、他にも、いろいろこう要素あるとは思うんですけども、大まかこの3つぐらいがこの練習で、選手に意識づけできる部分であったりとか、まあ、知識としてね、与えれる部分になるのかなと思います。ただ、こういったトレーニングの場合っていうのは、テクニック要素の反復も高いですし、これをやったから試合のサポートがすぐに良くなるっていうもんでもないんですね。まあ、こういう練習をやった後に、もうちょっと複合的な、人数が多いようなポゼッション形式だったりとか、その他のちょっと複雑なね、トレーニングに一回落とし込む、見直してさらに発展させないと、まあ、プレーの改善には繋がらないんですけども、あくまでも最初の意識づけだったりとか、まあ、理屈のね、ベースになる部分ということをね、学べる練習メニューとなっております。はい、次にキーファクターですね。ここからが、すごく大事な部分ですね。キーファクターいつも言ってますけども、キーファクターこそが選手が上手くなる、プレーを上手くするためのコツでありますし、まあ、原理原則にも近づきますね。なおかつ僕ら指導者がサッカーを理解する、もしくは選手にサッカーを落とし込む上でとても重要なね、言葉となってきますんで、これのキーファクターっていうのをね、しっかり整理していきましょう。これ次も、次はちょっと図をね、動かしながら解説したいと思います。はい、まず一つ目のキーファクターなんですけども、サイドの選手は次の展開を予測して動き、素早く体の向きを作るということですね。このようなスタートポジションをね、基本的に取るんですけども、この6番の、例えばこの4番の選手はちょっとこっちをね、向いたりとかしました。ドリブルしました。その時に6番の選手は、3番にパスが出るな、3番にパスが出るなと思ったら、そこを予測してこう動き出す必要があります。これが、どうしてもボールが入って、見てから動き出すとすごくサポートが遅れますよね。4番が体とか視野をこっちに向けた時点でパスが出るなと思ったら、アクションを起こし出す、もしくは起こす準備をするっていうね、ことが大事です。で、ボールが出たら素早く、可能な限り早く移動して体の向きを整えて、ボールが入った時には、両サイドが見えるような体の向きを作るっていうのがね、この6番には求められます。これが一つ目のキーファクターになります。はい。で、二つ目のキーファクターなんですけども、今度はこの2番の選手ですね。2番の選手の動き方なんですけども、よくあるのが、最初に、この形で最初にやってみると、こう2番の選手はこう流れたりするんですね。へいへいへいみたいな。これマークされてるんで、こう流れちゃうことがあるんですけども、こうするとパスライン、パスコースをダブって、2番の選手の有効的なサポートはできません。なので、2番の選手は常に、この相手の赤の2番と赤の3番の間にギャップですね。ちょっと中間にポジションを取るように動きます。こういうふうに動いて、ボールが動いて、例えばこうドリブルしましたってなった時に、間こう、閉じてもこのギャップですね。このギャップ中間を取り続けると。これによって、どっちかに流れてしまうと、すごく、この場合だと3番に狙われやすくなりますし、極端に言うと、2番が流れれば流れるほど、この3番というのはこの2枚を同時にマークできるようになるんですね。でも、2番の選手はギャップを取ることによって、3番が6番を警戒すると中が空きやすくなるから、やっぱり絞らざるを得ない。
ここにポジションを取ることによってサイドがフリーになるっていうね、こういったことを理解する意味では、この2番の選手にギャップを取り続けるっていうね、この意識が大事になるかと思います。はい、3番目のキーファクターなんですけども、サポートが間に合わないときはドリブルか中へのパス交換で時間を作る。ここが結構この練習のポイントというか、まあ、かなりのね、重要な部分になるんですけども、このように4番にボールが入ったときでも、この6番の選手が常にサポートが間に合わない可能性がありますよね。ボールの展開によってはこれね、この練習やってもらったらわかるんですけども、サポートが間に合わないときがあります。そのときにどうするか。よく、ジュニア年代でよくあるミスとしては、ボールが来ました。で、サポートがまだ移動してポジションについていません。で、自分がプレッシャーを受けました。で、この瞬間にパスを出してしまって、結局この、次の選手が外側を向いてね、向いてしまう。もしくは、体の向きが作れずに、ここでボールを奪われるっていう現象は結構あると思うんですね。ではなくて、基本的には、試合中でもポジションについていない、まだつけていない選手にパスを出すというのはリスクが高いですよね。そうすると何をするかというと、ここで時間を作る必要があるんですね。この6番の選手のサポートのポジションを取れるまで時間を作る必要があります。なので、一つはドリブルですね。2番からプレッシャーを受けたとしてもドリブルで運んで、この1秒、1.5 秒時間を作って、その間に6番の選手がポジションにつくのを待つ。こういった時間の作り方がありますし、もしくは、こうですね。4番がボールを受けました。2番がプレッシャー来たら、中の選手にボールを当てます。当てて動くと。当てるとどうしても2番とこっちに食いつきますんで、そこでボールを1回動かすと。この1回動かす間に6番が、サポートする時間を作るっていうね、こういったやり方があるかと思います。なので、味方のサポートが間に合ってない時っていうのはドリブルなのか、近い選手のパス交換によって時間を作る。これがなぜパス交換なのかというと、ここで止まってしまうと次がすごく狙われやすくなるんですね。でも、ドリブルにせよ、ここでのパス交換にせよ、ボールが動くと、守備っていうのはかなり絞りにくくなります。なので、ここでボールを持って、ここで溜めてサポートを待つんではなくて、ボールを動かすですね。それはドリブルによってボールを動かすのか、パスによって、近い選手のパス交換によってボールを動かすのか、ボールを動かしている間に、サポートにつくのを待つっていうのがね、キーファクターになります。はい。以上はね、代表的なキーファクターで、まあ、3つほどね、ピックアップしたんですけども、まあ、テクニックレベルとか、選手の、まあ、能力によってはね、いろんなところのキーファクターが考えられると思います。例えば、なんだろうな、中央の選手のポジションの高さをキーファクターに持ってきたりとか、もしくは、簡単に、こう、フェイント、キックフェイントを入れるとか、コントロールの時に、フェイントを入れて、相手を騙すとか、そういったことはキーファクターになる可能性もあります。ただ、この、練習メニューをやった時に、一番よく起こる現象というのは、時間が取れないところですね。時間が取れない時にどうするかっていうところが、一番ね、この練習メニューのポイントになってきますので、そこに対するね、キーファクターを、まずベースに考えて、そこから発生する細かなね、キーファクターを設定していくっていうね、方がいいかと思います。なので、ね、キーファクターも、こういった言語化しながら、選手のレベルとかね、まあ状況によって調整してください。はい、最後にまとめということで、実際の指導例について解説したいと思います。まあ実際僕はこの練習メニューは小学5年生でもやりますし、アンダー13ね、中学1年生とかでもやったりします。4年生でやったことはないんですけども、おそらくちょっとね、難しいかなと思います。まあテクニックレベルが高ければ可能なんですけども、まあ僕の感覚的にはまあ5年生ぐらいからできるのかなというふうに思います。まず、この練習メニューやった時におそらく最初は、サポートが間に合わない。間に合わずに、そこにパスを出してしまったりとか、そういうことによって、体の向きが作れずに、ディフェンスの選手に追い込まれるってことはね、結構出ると思います。なので、そうした時に、フリーズをかけて、なぜ体の向きができないのか、なぜかというと、まずはポジションにつく前にパスを出していることが原因なのか、もしくは、サポートの選手が予測して動いてないことが原因なのか、みたいなところをさっきのキーファクターですね、を使って、まあ、選手に落とし込んでいくと。で、今度はサポート側の意識が高まってくるんで、次に、ボールホルダーですね。味方がサポートについてない時にどうやったら時間が作れると思うみたいな話から、じゃあ例えばドリブルして、時間を作るとか、もしくは、じゃあ、中の選手に一回当てて、落としてその間に時間を作りな、みたいなね、そういったアドバイスをすることによって、さっきのキーファクターとっていうのはね、落とし込んでいけるかなと思います。なので、まあゲーム中に、まあ選手がね、サポートの意識や、まあ、体の向きを作る、まあそういった意識がないなと思ったら、導入としてこういった練習やってもいいですし、もしくは、すごい狭いスペースの中でコンダクションとかね、コントロールオリエンタルしないといけないんで、そういったテクニックスキルをね、状況判断とともに高めたいという場合には、この練習メニューがね、有効かなと思います。思いますんで、ぜひね、指導現場でも試してみてください。
はい、今日の講義勉強になっている方は、ぜひチャンネル登録ボタンを押して、ジュニアサッカー大学へご入学ください。今日の講義は以上です。